もこんばんは。3月17日金曜日夜9時回りました、リビュータイムです。はい、ということでですね、はい、先週に引き続き、赤い人は、やっぱり病欠というですね、はい、一回引きと長いんだなと思うでしょ、思うでしょ。でもね、皆さん ねそうなんだよって早いな早いな、今なんか聞こえたぞ。なんだろうな、基本フライングするのが好きなんです。いや、なんか、いや、俺おかしいな、今日俺一人でやらなきゃいけないって聞いてたんだけど、そんなことはないのかな。なんか、いや、よかったってことでね、はい、赤い髪の人は今日もおりませんけども、今日は、こちらの方に来ていただいております。イベントホールシャングリラから、ブッキングマネージャーなどいろいろやっております。ケイシ君です。はい、全世界60億人のロリカッケー皆さん、コンバトラー、世界一うざいケイシでございます。覚えてるかな？覚えてないよね？覚えてない人は覚えて帰ってね。覚えてる人はもう好きにしちゃってくださいね。よろしくお願いします。うざい、うざい。うざいですよ。ありがとうございます。うざいですね。いいので来たけど相変わらずうざいですね。はい、はい、ということでどうもラジオではご無沙汰っつうか、いつは去年の夏ぐらいかな。そうですよね。3回目ですかね。一応回数だと3回目とかなんですけど、半年以上空きましたね。そうね。いやお久しぶりです。いやいや、どうも、はい、いろいろラジオ以外ではお世話になっておりまして、はい、いやいや、そうだからね、そうケイジ君にはこの間本当にすごいね、本当に助かりましたよ。例の外人パーティーですか。外人パーティー、すごい楽しかったですね。いやいや、ありがとうございます。はい、そうだからもう先月になるけどね、その先月の中ぐらいにね、フリスクっていう、団体さんの、外国人の方とかもたくさん来るですね、パーティーにロックバージャンクボックスの方のね、ホストバンドが、ちょっとお呼ばれして出張ロックバーということで行ってきたんですけど、まあ、機材も何もないところだっていうことなんで、さあどうしたもんかと思ってね、はい、ケイシ君に相談したら、なんか、いや本当ね、いや本当ありがとうございます。はい、いや、うちもちょうどその時イベントが入ってなかったので、まあ、じゃあうちの機材出していいんでねっていうことで、じゃあ持ってこうみたいな感じになりましたね。ね、本当にだからもうね、ケイシ君とシャングリラ様々ですよ、あの時は。はい、はい、もっと叩いてください、崇めてください。ここが見えます。本当にね、おかげですごくいいイベントが、はい、でもまあ僕も結構あそこのホールでは結構いい経験になりましたね。僕もまだまだ、僕もイベンターとか PA としては駆け出しなので、はい、何かあったら言ってくださいね。音響照明から、企画フライヤー制作まで全て行います。ケイシーです。よろしくお願いします。イエイ。そうだからケイシー君何でもやるからね。はい、なんかっていうか、予算を抑えよう、今までいろんなイベントを組んできて予算を抑えようと思って自分でやり続けてたら、いろいろ勝手にスキルがついてきた感じですよね。いや、だってそんな感じじゃないですか。まあまあそうね、自分でやらなきゃからスキルに伸びていく感じですよね。確かに、はい、そうだ、うん、いやだから俺もなんかいろいろ自分でやっちゃうんだけどさ、なんか、はい、もう手がどんどん足りなくてさ、はい、そう、でもそれはそれであんまりこう人にも頼れない性格だったりするから、結局いろいろやっちゃって、頼ってください。いや、もうケイシ君は頼りますよ。あ、お願いします。お任せしますよ、はい、赤い人とは違う意味で役に立つので。ほら聞いてるか、赤い人本当にも。いやだからね、ジェニコネね、そうなんか今年に入ってからなんかちょいちょい、そう1月はなんかインフルになったりとか、2月かな、1月かの時そうなったりとかね、あ2月だな、うん、インフルになったりとか、そうなんか今度は風もらって、そうなんか前もあったみたいだけど、朝突然なんか喉が痛くて目が覚めたとかつって、急に、うわなんだこれっつって、そう前もこれはダメだ、今日はどうにもならないっす。タバコの吸いすぎじゃないですかね。いや、あの人吸わない。あれ、あ、じゃあ、すんだ、すんだ、僕とアイゼンさんは吸わないじゃないですか。そうだ、あの人は、そう、いや、吸ってたよなと思って、いや、でもそんなに、あ、どうかな、最近流行りのアイコスにすればいいんですよ、新型出たじゃないですか、今月また、そうなんですよ、うちのオーナーが、アイコス、新しいの買って、ヤフーオークションに出すと、3万円ぐらい上がりが出るからいいよみたいなことを、すごい自慢してたんです。何それ、いわゆる転売ですよね。
うん、なんかそのアイコスって大体1万円ぐらいじゃないですか、うんうんうん、でもなんか限定カラーとか、なんかその新型とかになると平気で4万5万ってつくんですよ。俺マックス見た時16万ぐらいの見たんですよ。もうマジ？いやマジって思うじゃないですか、うん、いやそんなのだって16万払うぐらいだったら自分でちょっと足台出して、うん、なんかそれっぽいとこに買いに行った方がいいんじゃないのって思うぐらい。でもなんかね、流行ってる、それぐらい流行ってるらしいですよ、電車箱ね。でもなんかすごい、品薄だっていう話はよく聞くんだけど。そうですよね、うん、なんかよくコンビニとかに行くと在庫ありませんみたいなの表に貼ってあったりするの見ますよね。皆さんアイコス吸われてますか？グローも最近いいですよね。あ、まあ、別にスポンサーだったりとか営業マンなわけじゃないんですけどいや時代ですね。何でもなんかそこういうタバコのところまで電子化してきたかみたいな、うん、なぜタバコの話になったんでしたっけそうないのに、そう、あ、すまないのにジェニコネーがだから、うん、そうであれ絶対あいつね、あれだよ、そんな巷で話題の J ウイルスだ。あれJ ウイルス、うん、J ウイルスとは、 J ウイルスとはですね、それジェニコ、ジェニコ姉さんの体の中で、生成される、はい、非常に凶悪な、ウイルスであるという説がですね、通称 J ウイルス、はい、あ、ちょっとかかってみたいですね。いやね、本当はね J ウイルス大変だよ。あのね、なんかねいや、症状がいろいろあるらって言ってからね、悪さすんのよ。そう、悪さ、何を悪さするかっていうと、あの J ウイルスはですね、なんと驚くことに電化製品を壊すんだよ。えっそう、すごいんだよ。今ちょっと思わぬ変化球すぎて噛んだし、思わぬ変化球すぎてなんかその何も返せなかった。どうしよう。はい、そのくらい、そう、なんか、はい、そうそうそう、だってジェニコネがそのなんかね、謎の、それこそなんかインフルかどうかちょっと微妙だったんだよね、あの時はね、はいはい、そうで、でもその時になんかね、もう立て続けに家の中のいろんなものがなんかぶっ壊れたみたいで、はい、そう、うん、あ、怖いよ。でね、そう、しかも別に感染してない人の持ち物にまでね、影響を及ぼす可能性もあってね、うん、そう、もう最近何でも悪いことあると J ウイルスのせいにするからね、俺ね、うん、あ、また J ウイルスだと。そうそう、全部、はい、まあ、またこれだって。そう、いや、この間、そう、いや、これも絶対俺は J ウイルスのせいだなと思っているんだけどでもいないからいいや、今本当に、はい、さ、この間車俺乗るからさ、でこう、はいはいはい、エンジンをかけようと思ってこうキーを回すわけですよ、はいはいはい、まあね、最近の車みたいにこうポチッと押すようなものじゃないので、はいはいはい、昔ながらの回すので、はい、キーを差しますね。で回すじゃないですか、はい、でこうぐるっと回るでしょ、でグググってエンジンかかるじゃない、はいはい、それがなんか回しきってもなんかかかんないわけ、はい、で、あれと思って、いやでも、なんだろう、ガソリンは入ってるし、でもバッテリー上がったわけでもねえし、あれと思ったら、キーを見たら、これね、ちょっとね、口で説明するのがちょっと難しいんだけど、はい、キーのさ、このさ、手で持つ部分、はい、あるじゃない、はい、あそこだけが回ってんのよ。簡単に言うとですね、はい、キーがね、あそこのその、その鉄の部分っていうか、その差し込んでる部分と、はいはいはい、持つ部分、あ、ボタンとかいろいろある部分ね、はい、あそこの部分、その、いや、プラスチックの部分が、はい、どうやらバギって割れたみたいで、そう、プラスチックの部分だけ90度も回っちゃってて、はい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 、っつって、そう、俺、あそこが壊れたの初めてだったな。なかなか壊れる場所じゃないですよね。うん、相当の怪力。いやー、だから、うん、でもさ、本当に、だって、ねえ、うん、いや、さすがに俺もちょっと筋トレしすぎたかなとか、いや、一瞬思ったけど、いや、でもなんで壊れたんだろうね、あそこね。経年劣化かな、わかんないけどさ、そうなんだよ。うん、で、いや、どうしようと思ってたら、なんかだんだん、仕方ないから、その時は根元を持ってね、はい、頑張って回してエンジンかけて、はい、そう、すごい、想像するだけでなんか結構大変な作業っぽいですよね。だって、あ、そうよ、細いから、ま、力入れづらいわけじゃないですか。そうな、そう、回って、そうそう、うん、まさにです、意外と大変、うん、そう、そう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 、うん、いやー、それが J ウイルスの仕業だと。仕業だ、仕業で、最終的に、そう、それでほら、なんとかさ、なんかどうにかしてそれも接着剤かなんか直そうかなと思ってたんだけど、はい、それも下手に完全にくっつけちゃうと
結局あの中のさ要は電池変えたりとかできなくなるから、そうそうそう、で嫌な壊れ方してるからどうしようかなと思って、でちょっと何日かそのままね、はい、あの頑張ってその根っこを持って回そう作戦でさ、はい、ちょっと頑張ってたわけ、はい、でそしたらね、いや最終的にねやっぱこうなりましたよ、ちょっと、はい、ラジオでこうなりましたって申し訳ないけどケイシー君だけ写真を、ああこうなりましたか、こうなったのよ、すごい、なんか美しいですね、でもなんか割れ方が、いやこれ見てほしいな、でもなんかあの接着剤がちょこっと顔出してるのもまた面白いな、そうそうそう、もういい鍵やばいと思って、で、うん、鍵はどうなったんですか、いやとりあえずなんとかこれ一応直したんだけど、はい、あでも俺これ確か、あそうだな、これで直してからまだ俺車エンジンかけてないかもしれないから次だからあのねこれねちゃんと、はい、いやほらもうこうなっちゃうとさ完全に分離してるからさ、はいはい、さあ今こうとかあとか言ってるけど今ケイシー君に見せた写真は、ちょっと説明いたしますと、まあ簡単に言うと完全にあの首がちょん切れた状態ですね、そうですね、はい、あのもうあの首の皮どころかもう完全に分離しちゃってる、あの肩から鎖骨ぐらいにかけてこうスパッと切られて頭がポンと取れた感じですよね、そう、はい、ぜひ皆さんそれあの車のキーに置き換えて考えていただけたらなと、はい、思うわけですけど、はい、そうそういう状態でさすがにこうなるとさあの必要なのはまあこのあの首の部分、そうですね、うん、だけど鍵かけるにはこの根っこの部分も必要で、はいはいはい、そう面倒くせえっつって車内からまあ頑張ってこう接着剤でくっつけたんだけど、まあ、やっぱ力がねかかるところだから、はいはい、これやっぱちゃんと根っこを持って今までみたいに普通に回したら多分またバキっていくような気がするので、はいはいはい、でもいつも忘れちゃうと思うんだよ多分、もうなこう流れで鍵回すから、そうですよね、ね、そうバキッといくわけですね、多分ね次乗った時にあ、うん、あほらこうねやっぱりっていう風な俺がいるんじゃないかなと、はい、思う、もうキーレスにするしかないですよ、最近流行りのプリウスみたいな、そうだから、ね、ああいうのでこうポチでも近づくだけでパカッと開いて近づくだけでポチッと押せばもうちょっとエンジンかかるみたいな、ね、まあそれはそれででも J ウイルス心配ですよ、いや大変だよ、機械仕掛けだから、いやもう大変です、そうそう、もうそれこそどうにももう接着剤とかレベルじゃないからね、もうそしたらね、うん、そっち壊れたら、うん、もうやばいですね、やばいやばい、そうだからなんか特殊な電磁波でも出してるんですかね、いや出してるんじゃないの、もうね、そうただのだからそのねウイルスじゃないと思うわけですよ、もうそのデジ、はいはい、それこそそのねアイコスじゃないけどそのデジタルの領域にも、うん、あの影響を及ぼすというですね凶悪なですね、J ウイルスというのが、はい、ジェニコ姉さんの体内で生成されているという噂がありましてですね、全くもう、はい、いないのはいいことに、ね、仙台の街中で赤い髪を見かけたら要注意ですね、要注意ですよ、はい、要注意ですよ皆さん、ちょっとなるべく半径3メートル以内に近づかないようにしないとウイルスに感染してしまうかもしれないですね、自分の持っている大事なものが、そう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 ね、はい、はい、すごいジェニコ姉さんの話で随分引っ張りましたね、はい、やべ半分ぐらい引っ張って、はい、おっとっとっと、いや、はい、そうなんですよ、今日僕喋らせてもらいますけど、あ、うん、はい、あうざいですよ、よろしくお願いします、シャングリラがオープンする時にまず第1回目出させてもらったんですよね、確か、おかげさまでようやく3月30日を迎えることによって私たち、シャングリラ、1周年を迎えることができることになりました、 おめでとうございます、ありがとうございます、いや本当に、うん、まあ、あの1年あっという間だったなって感じなんですけど、まあいろんな人たちに使ってもらい、まあキャパ60人ぐらいの小さな箱なんですけど、うん、まあ皆さんにこういい箱だねって言ってもらいながら使ってもらったので、うんうん、でその周年のイベントを、4月1日に、エイプリルフールですね、企画しておりまして、はい、まあ、ぜひ皆さん遊びに来てもらいたいなと思うんですが、まあ、大阪からエナジーダイというですね、まあ、僕が兄貴と崇拝している、俺の大先輩の DJ がいるんですけど、まあ、今も多分ヨーロッパにいるんじゃないのかな、もう DJ で結構世界ツアーとかをやってるような人で、本当はキャパ60人ぐらいのちっちゃな箱でやらしちゃいけないような人なんですけど、うんうん、まあ、仙台ちょっと観光がてら来たいなみたいな風になってくれて、うんうん、それで呼ぶことが可能になったんですね、それで、まあ、うちで今一番流行っている、まあ、四つ打ち系の、まあ、はは、ハードスタイル、ハードコアと呼ばれる、うん、ちょっと激しめのクラブミュージックですね、わ、うんうん、かりやすく言うと、まあ、こびない EDM みたいな、あ、はは、そういう感じの音をやって
っておりまして、うんうん、まあ、夜10時オープンで、うん、まあ、時間の許す限りイベントを行っておりますので、4月1日警視うざいで安くなりますので、はい、よろしくお願いいたします。そうだ、前回のイベントもそうだ、はい、それがキーワードだった。そうですね、警視うざいですね。ああ、そうかそうかそうか、はい、なるほど。あの、4月1日はあの一応確認ないですけど、エイプリルフールだけど、イベントは嘘じゃないよね。あ、イベントは嘘じゃないんですよ。ね、イベントは、うん、エイプリルフールといえば、うん、これラジオを聞いてる皆さんだけにこれ絶対騙せる、俺が毎年つく嘘があって、これ結構自信のある嘘なんです。でも知ってる人もいるんじゃないのかな、うん、まあ、大体俺らぐらい の、うんうん、職種をしていると、はいはい、まあ、大体人と会うのって午後、あ、午前中に会うことって、まあ、ちょこちょこ少ないじゃないですか、うん、ね、まあ、あったりはしますけど、うんうん、まあ、大体お昼過ぎぐらいから、あ、うんうん、まあ、ようみたいな感じで会うじゃないですか、うんうん、でその時に嘘をつかれるじゃないですか、はいはいはい、で嘘をつかれた時につく嘘があって、うん、その向こうが何か嘘をついてきました、うん、その時に俺が必ず切り返すのは、うん、お前それ嘘ついてるつもりかもしれないけど、うん、エイプリルフールって嘘ついていいのって午前中までだからね。ああ、生まれてくさ、え、それは俺聞いたことあるけど、それ嘘なの？嘘なんじゃないですか？俺は嘘だと思ってますよ。あ、あれ嘘じゃないんですか？いやいや、わかんない。あ、そうなの？わかんない。そう。で、嘘、そう、午前中までだからなって言うと、意外とみんな、うん、え、そうなの？ってなるじゃないですか。あ、嘘だよ。って言えば、もうこっちの勝ちですよ。いや俺ね、いや、わかんない。なんかでその情報っていうか、多分 SNS 経由だと思うけど、はいはい、なん、うん、確かになんかその話は聞いたことあるんだよ、なんか記憶に。そうですよね、うん、俺もなんかどっかから聞いた話の、でもなんか俺は嘘だと教わりましたね、ある人から。どうなんだろうね、どうなんでしょう。なんかね、知ってる人いたら、こちらまで、はい、こちらまでよろしくお願いします。はい、何も出ないけどこちらまで、はい、まあでもそのエイプリルフールに、まあ、イベントやらせていただくので、ぜひ、はい、まあ面白いイベントになってると思うので、ちょっとシャングリラの周年なので、シャングリラ史上最大限に人を入れて、うん、なるほど、もうパンクさせてやりたいなと。もう、ライターつかない現象をね、期待してますよ、僕は。ライターつかない現象、わかりやすいところで言うと、うん、旧ネオブラザーズとか、はい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 、人がパンパンになりすぎると、うん、フロアで、うん、ライターがつかなくなるんですよ。え、何？酸欠？人間の湿気と酸欠で。おほほ、マジか。はい。あー。だから、もっとわかりやすく言うと、多分コミケの会場みたいな。はいはいはい、はい。コミケの会場と、まあ多分なんか、各現金だからないと思うんですけど、うん、多分あそこでライターつけようとしたら多分火つかないですよね。おほー、なるほどね。人間の酸素、人間が集まった時の酸素使用量ってやべえんだなって感じる時ですよね。まあ息苦しくて暑いですからね、やっぱり。で、そうなるぐらいのイベントになったらいいなと思っております。お、4月1日。はい。ぜひぜひ皆さん、シャングリラ、場所的には、アーケードを南の端っこまで突っ切って、はい、フォーラスと逆側ですね。逆ですね。はい、逆側、フォーラスの逆側までずっと、南町通りの方まで突っ切って、南町通り渡って、もうちょっと行ったとこの左側だよね。そうですね。オフィス24とかあるところの、十字路っていうのか T 字路っていうのか、うん、アーケード含めたら T 十字路ですけど、はいはいはい、そこをまたずっとまっすぐ行っていただいて、うん、うなぎ屋さんも越えて、はい、で、自転車屋さんが出てくるので、はいはい、で自転車屋さん の隣のビルですね、はいはい、そこの4階でございます、はい、ちなみにエレベーターはございません、はい、そうだからそのビルがだから本当にすごい懐かしい。僕がタトゥー入れたスタジオがちょうどその、ああそうでした ね、そう、いやー、ここがそっかシャングリラだったんだっていう、この、まあ、また久しぶりの巡り合わせがあったりなんか、はい、シャングリラの前はパンゲアって箱でしたね、あん、あん、はい、そこ、まあ、狭くて長い階段なんですよね。だから機材の搬入が大変なんですよね。確かにね、やばいですよ。ああ、そうだね、ギターのキャビとか持ってこられた日には大変ですよ。確かにそうか、はい、そうか、そうだね。あれ何階だっけ、4階、あれ4階、うちは4階です ね、 ね、そうそうそう。いやだからエレベーターない箱もあるけど、大概ほら地下とかさ、せいで地下1階とか、はい、ね、まあ階段1階分ぐらいだったら、まあちょっとエレベーター欲しいなと思うけど、まあ頑張るけど、はい、4階分はちょっとき
ついよね。そうですね。でこうなんかこう螺旋状っていうかなんて言うんでしょうね、あのまああの学校の階段みたいにこう、うん、あのこう、うん、なんかこうカクカクカクっと登ってくるじゃないですか。でそこの幅がまあ人がすれ違うのがやっとぐらいの狭さしかないので、ね、まあ機材運ぶのは大変ですね。はい、あの一回なんかそのなんかあのジャムバンドっていうかなんかその太鼓系ジャムバンドみたいなバンドが来た時に、うんうん、まあキックとかジャンベとかコンガとかを持ってきてたんですけど、はいはい、まあ搬入大変でしたね。あまずぶつけそうで、あ、うん、あそうね、うん、そうね、まああの大きい機材を持ち込むのはあまり向いてないですね。うん、うちが一番向いてるイベントはやっぱり DJ イベントなので。なるほど、なるほど。はい。はい、ぜひ、何かあれば、ご相談に。はい、ご相談、ん?ご相談に乗ります?ん?ご相談お受けいたします。まあちょっと日本語よくわかんないんですけど。まあとにかく、ケイシー君が、はい、やってくれるぞと。はい。はい。いうことでございます。はい。はいはいはい。よろしくお願いします。おいっす。はい。で、まあそのシャングリラの中って、こう、まあ店舗がいくつか入ってまして、うん、で、うちの一個下がその韓国マッサージ屋さんなんですけど、まあそこの韓国マッサージ屋さんに迷惑かけちゃってるんです、うち。音がでかいから、下はリラクゼーションなのに、はいはいはい、上でドンツカやられたらね、それは文句言いたくなりますよね。よく来ますよ本当に。でも韓国人の人って片言で喋ると、うん、社長さん呼んでって言うんですね。あ、はい、あごめんなさいっつって音下げますねっつって、まあ、夜12時までの営業なので、うん、夜12時以降は音を出すことができるんですけ ど、うん、なるほど、まあ、昼間のイベントとかは自重して音を出さなければならない場所ではありますね。まあそんなこんなで仲良くビル内でやっております。はい、そんなシャングリラ4月1日、はい、ぜひ皆様遊びに行ってください。ってイベント何時ぐらいからやってるんですか？22時オープンですね。はい、22時オープンで時間の許す限りクラブイベントですので、うん、やらせていただこうと思っております。 DJ イベントです。はい、ぜひ遊びに来てね。来てください。なんで貯めた、なんで貯めた、なんかね貯めたくなっちゃう時ってあるじゃないですか。あ、無性にお泣きにしたくなるみたいなもんですよ。おい、はい、いきなりぶち込みがあったから、ぶち込みましたね、ちょっと今多分滑ったんじゃないかな。大丈夫。ああなるほどね。はい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 。そんなことでも、そっか、もう半月ないもんな。そう、ね、そうなんですよね。あそうだ、うん、でこれまあ明日の18日なんですけど、はいはい、急遽うちでまた DJ イベントやることになりまして、まあまだ詳細まあ今現時点ではまだイベントをやろうっていうことしか決まってないので、はいはいはい、全然まだ詳細は未定なんですけど、まあ18日も4月1日の縮小版みたいなイベントをやっておりますので、もしシャングリラどんな箱なんだろうみたいな風に気になったら、3月の18日、8月で飛んだな、一体いつの話をしてるんだ俺は。そう、3月の18日にもイベントを企画しておりますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、はい、ね、ということでですね、はい、シャングリラそうね、本当にね、うん、盛り上がるといいね。いやー、そうなんですよね。まあもうちょっとイベント入ってくれるといいかな。今僕スマブラにハマってまして。ん?な、大乱闘スマッシュブラザーズですね。あ、まあ、ニンテンドーオールスターズが戦いごっこするやつですね。もうスマブラに超ハマっておりまして、ちょっと今うちで大会やりたいんです、スマブラの。なるほど。ちょっとゲームの大会とか、まあちょっとあのシステムと、あのプロジェクター使って、うん、ちょっとまあゲーム大会とか、なんかアニメ鑑賞会とかできたらなって、そういうなんかちっちゃいイベントをやるにも向いてる箱なので、そういうこともできたらなとか思っております。じゃあなんかこうちょっとそういうのやってみたいなっていう人もちょっとコンタクトを取ってくれれば、なんかそうですね。一緒にちょっと考えてみたい。だからアイゼンさんトークライブやりましょうよ。ただマジで言ってんの？何人か呼んで、でツアーできてるバンドとかなんか適当にこうポッと呼んで、はいはいはい、なんかもう完全トークのみですよ。ああそれ大変なことになるよ。公開リピートタイム収録みたいな。なるほど、それラジオで一気にないことも言えるわけだな。そうですね。いやー大変だ、うん、YouTube 版のみということで聞けるのがね。いやー大変だ、うん、はいはい、そうかそうか、はい、なるほど、よしよし、じゃあいろいろ
よろしくお願いします。はい、企んでいきましょう。はい、ということで、おお、もう時間もなくなってきました。早っ、はい、早っ、もう半分がジェニコ姉さんの J ウイルスの話ですよ。しまったしまった、本当にもういや来週はいい加減復活してかなと、うん、思いたい。お大事にしてください姉さん。はい、来週はそっか、来週はあれだ、恒例コンタ3回だな、多分な、コンタ3回、はい、でございますのでね、はい、そろそろ赤い髪の人も戻ってくるんじゃないかなと思います。はい、はい、ということで、今日は、シャングリラから、ケーシー君に来ていただきました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。またね、はい、ではでは皆様、また来週お会いいたしましょう。お相手はアイデンでした。また来週、良い週末を。バイ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 。